横太郎は日本のゲームクリエイター。愛知県名古屋市出身。横太郎というカタカナ名義でも活動している。また英語表記の際には、一般的な名、正の順ではなく、大文字でそのまま、横太郎としている。1994年に神戸芸術工科大学を卒業し、その後株式会社ナムコへ入社。1999年には株式会社。 ソニーコンピュータエンターテインメントに所属し、デザイナーとして活動していたが、上司とソリが合わず退社。2001年に株式会社キャビアへ席を移し、ドラッグ・オン・ドラグーンや、ニーア・ゲシュタルト、レプリカントのディレクションに当たる。2010年末にキャビアを退社することを表明し、翌年からは無職を自称しながら、フリーで活動していたが、2015年4月1日に、 株式会社ブッコロを立ち上げ代表取締役に就任。2017年にニーヤ・ゲシュタルト、レプリカントの続編となる作品、ニーヤ・オートマタをリリースした。ドラッグ・オン・ドラグーンシリーズ、ニーヤシリーズのディレクターであり、ニーヤ・オートマタでは、ディレクションと合わせて、シナリオも担当している。作品だけでなく、インタビューなどで見せる。 予行説と評されるユーモアに溢れた言動から、同業のクリエイターからもたびたび、不思議な人、変な人といった評価を受けている。また、ニーヤシリーズや、ドラッグ・オンド・ドラグーン3で組んだ、斎藤洋介や岡部健一とは、インタビューやトークイベントなどで、息の合った掛け合いを披露することも多い。本人は人見知りを自称しているが、オートマタで、シニアゲームデザイナーを務めた。 タウラ・タカヒサからは、コミュニケーションを化けと評されている。制作者の姿が、メディアに出ることはあまり好みではないと述べており、メディアへの露出がある場合はイラストで顔を隠したり、ニーヤシリーズに登場するキャラクター、エミールの頭部を模した、マスク、通称、エミールヘッドを被って登場する。エミールヘッドは、ニーヤオートマタで、キャラクターモデリングを担当している。 プラチナゲームズの松下幸風が制作した。ゲーム制作に関して、同じことを繰り返しやっても仕方ない、ゲームからゲーム以上のものを感じてほしい、シナリオについては制作者の与える答えを鵜呑みに、するのではなく、ユーザー自身が想像して、答えを見つけてほしいといった胸の発言をしており、アクションゲームに、シューティングや、リズムゲームの要素を混ぜ込む、 エンディングを見るためにセーブデータを削除させるなど実験的な試みも行う。また自身が関わった中で最多となったドラッグ・オンド・ドラグーンシリーズの3作目ドラッグ・オンド・ドラグーン3については制作の現場がすでに整えられていたために過去作から大きく外れることが難しく苦悩した胸を語っている。 他の RPG と競合しない土俵で戦おうとして、陰鬱なシナリオを描くこととなった、ドラッグ・オン・ドラグーンや、変化するゲーム性を目標とした、ニーヤ・ゲシュタルト、レプリカントなど、主流や安定とされるものを避けて、暴流や挑戦を求める傾向があり、これら代表的な作品が持つ、独特の世界観や、物語性は、ファンやメディアから、横ワールドと呼ばれている。 自身でディレクションした両シリーズの世界観は共通しているがシリーズ感だけでなく同じシリーズ内でも数百年から数千年単位で時間軸を移しているため全体を通じて非常に大きな時代や世界を構想していることが伺えるまた同じシリーズであっても時代設定が異なるためそれぞれ個別にプレイした場合でもメインのシナリオは理解できるよう設計されている 例えば、ニーヤ・ゲシュタルト、レプリカンと、ニーヤ・オートマタ、ヨルハはそれぞれが、直線の時間軸上に並ぶ作品だがすべて、独立した作品として作られている。マツ尾にがついているものは、横太郎名義。それ以外は、横太郎名義。ありがとうございます。